こんにちは。車をね、新車で買うことは確かに、私は1回しかないですね。軽自動車を1回買ったぐらいですね。しかも残価設定で買ったんで、支払いが結構トータルではでかくなるんですよ。1回1回の支払いはちっちゃいんですけどね。なんかその軽自動車ってね、あの、6000円、毎月6000円でいいということだったんで、すごく乗りやすいでしょ。で、その時のベルファイヤーの30型も3万5000円の残価設定っいうのが効いて、 あこれだったら誰でも乗れるなと思ったんですよ。で、そのすべての車種について残価設定ができるっていうことなんで、まあ所有権はずっとね会社の方に多分あるんでしょうけども、まあこれはなんかこう気軽に乗れるなとでもなんかねそのいわゆるリボ払いみたいな形なんですよね。で、七年ぐらいでまあ一応残価設定は完了して、あとは車を返すのか。 残金を払って買い取るのかっていう選択ができるんですけども、その時にまたね、その時はその時でまた別のあれでのね残価設定が待ってるんですよね。まあ、つまりその時点で車を返してプラマイゼロにして新しい残価設定を組むで車を返した時の分を多少割り引くよみたいな感じでずっとねなんかこうカモネギにされるというね。<laughs> うんつまりはオートシップが車について永遠に続くみたいなことになるのかなと思うんですよ。 まあそれも一つの選択肢かなとでも支払いが割合的に多いのは確かだなとだけどもやっぱねお金を持っていて余裕がある人って最も有利な分割ローンとかも選択できるし場合によっては金利がないやつとかも選べるわけでしょ、まあ、そう考えていくとね元金が少ないともう選択肢が削られていってで毎月の支払いがガソリン代込みで2万以下みたいな設定されるともう残価設定選ぶしかないかなともしくは中古車のもうなんかね10年落ちぐらいのやつとかね そうなると見える範囲っていうのはやっぱりある意味狭まってくるかなと思いますねまあでも中古車に詳しくなるっていう意味では悪いことばかりじゃないですけどで新車は新車でねやっぱかまられてる部分もありますよねやっぱね、うんまあ、だけどその車っていうのかな買い物っていうのはあの数字とか目に見えない満足度っていうものがあるじゃないですか私のトランザも確かに非効率であるし乗ってないんで 無駄税にのように思いますけどもその無駄銭があるから私の暮らしとかねその,その意欲っていうのは保たれてる部分があるとすれば金に変えられない価値っていうまあ、マーケットでね最もハ <laughs> マってはいけないものにハマったかなと思います、うん、まあトランザムに乗るといろんなドラマがねテレビで見るとドラマが思い浮かんで自分が主人公になった気持ちがするんですよまあ、だからあの究極のコスプレじゃないかなと思っています、はい、ナイトライダーのコスプレでございましたいってらっしゃい